KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。最初のコーナーは地域対抗ターゲット戦略。ベガルタは県内の市町村を盛り上げるため、木田選手は栗原、マセ選手は大崎といったように、その地域を応援する選手を置いています。今回は石巻を応援する菅原龍之介選手が登場。地元サッカーキッズの小野寺陽人くんとチームを組み、キックターゲットに挑戦します。1人10球で最高300点、2人の合計点で争う地域対抗戦です。先週のチーム神は210点、1位になるのはどこだ。チーム石巻の菅原選手は地元石巻出身。今シーズンの最終戦でユアスター初ゴールを決め、来シーズンはさらなる活躍が期待されるフォワードです。200点目指して頑張ります。やったれやったれ。最初外したきついな。右上の50狙います。あ、的には当てよう。オッケーオッケーオッケー。同じでお願いします。あ、オッケー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 。じゃあ次50狙います。こだわるね、こだわる。ないよないよ。どこも取ったよ。3本目と同じ20点の的に当ててしまい、得点ならず。50狙います。よし、いいね。狙い続けた50点を5球目で射抜き、これで70点獲得。その後3球連続で失敗し、迎えた9球目。いや、あと1球は入れたいな。左の50狙います。あ、オッケー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 。20点を射抜き、これで90点。迎えたラストのチャレンジ。最後100いきます。よし。3桁乗りたかったんですけど、ちょっとまたの機会があれば、3桁超えれるように頑張りたいと思います。10点。菅原選手の記録は90点でした。チーム石巻はどこまで記録を伸ばせるか。ベガルタの選手とサッカーキッズがチームになって、地域対抗のキックターゲットで争うターゲット戦略。チーム石巻菅原選手の記録は90点。続いて4年生の小野寺陽人くんが挑戦します。思ってた以上に100点だからちっちゃいので緊張します。200点以上絶対取るぞ。小野寺くんが所属する石巻 FC は7歳から12歳までの19人が全ての力をチームのためにをモットーに練習に励んでいます。右上の20で2球連続で50点を狙うも失敗。右上の50で。うわー、残念。的を射抜くもすでに射抜いた20点、得点ならず。左上の50で。2枚目を射抜き、これで40点獲得。6球目を外し、7球目。もう一回右上の。おー、いいな。
終盤へ向け調子を上げていきたい。その後8球目9球目を失敗し、ラストのチャレンジ。いけるいけるいける、チャレンジチャレンジ。100点100点いきます。同じ的に当ててしまう不運もあった小野寺くん、記録は60点でした。目の前に立ってみると緊張がすごいきて、あまりいい点数を出せませんでした。とても楽しかったです。ペガルタ菅原選手と合わせるとチーム石巻の記録は150点、惜しくも2位となりました。来週はチーム白石八塚選手が登場、必見です。よし、このコーナーではプロのテクニック、そのコツを伝授。みんなも挑戦してみよう。今日の先生はベガルタ仙台の小内譲司です。今日は速く走るコツについての授業をしたいと思います。まずはお手本から。 50m を5秒台、俊足の小内譲司選手が速く走るコツを伝授。特に走り始めの時はしっかり上体倒して、できるだけ風の抵抗を受けないように、で腕と足を振るのを意識して、このように上体が起きて顎が上がったり、腕をしっかり振らないとスピードも上がりません。自分みたいなサイドの選手だったら裏に抜けるときとか、まず走り出しはしっかりスピードを意識するために、まあ顔を一旦下げてしっかり顎を引いて腕と足をしっかり振るっていうこと。自分みたいなタイプの選手はもうどんどん仕掛けること、ミスは全然本当にいいんで、ミスしてもその後しっかり取り返す気持ちを持って、もう全力で仕掛けてサッカーを楽しんでください。週替わりでベガルタの選手のインタビューをお届け。今週は OB 編、村上和弘コーチです。現役時代は大勢のサポーターに愛された村上コーチ、ベガルタでは通算8シーズン、闘志あふれるプレーでチームを引っ張りました。やっぱり子供の頃は活発だったのかな。まあ活発すぎたでしょうね。俗に言うガキ大将だと思いますけど、もう怒られるようなこともたくさんありましたし。村上コーチは三重県の出身、小学校1年生の時スポーツ少年団でサッカーを始めました。大きな少年団じゃなかったので、3年生ぐらいから6年生の試合出たりとか、だからもうこんな大きい人にこの僕すんごいちっちゃかったんで、Jリーグできたのは中学校なんで、プロのサッカー選手を目指してっていうのは時代的にないんですよね。中学校も Jリーグできましたけど、別にそんなレベルでもなかったですし、選抜とかも全然入ってなかったし、まあ、そういう意味では僕辞めてアカデミーに1年行かせてもらいましたけど、まあ子供にも親御さんにも言ってたのは、別に小学校時代に選抜に入ってようが、エリート街道進んでようが、僕は全く関係ないと思いますし、楽しんで何でも一生懸命やるのが一番いいのかなとは思いますけど。指導者になって8年目、コーチとしていつも大切にしていることがあります。自分がこう経験してきたものと、その例えば一人の選手を見て気づいたこととか思ったことをこううまく伝えるというか、いや俺はそうじゃないんだけどなっていうふうにならない信頼関係をまずこう気づけないと、まあ、何を言っても伝わらないと思いますし、こうしてみたらどうっていうのに対して、なんかそれがこう成功体験があったとか、あやっぱそういうふうに考えてよかったねとか、そうやってトライしてみてよかったねっていうふうになった時は、まあ、選手とやっぱりこう共有できたっていう部分ではすごく嬉しいですし、あとはやっぱり何歳になってもやっぱ褒められると嬉しいと思うので、やっぱり褒めてあげるすごい大事なのかなと思いますね。どの年齢でも、どのカテゴリーでも、どの競技でもとは思いますけど、もうちょっと自分の子供褒めてあげればと。今シーズン限りで退団することになりましたが、これからもベガルタの歴史を作ってくれた OB の一人であることは間違いありません。
まあ、やっぱり最初の昇格で2年経って降格はやっぱりインパクト残ってますね。2006年に退団した時の最終節もすごい印象に残ってますし、苦労して終わったなっていうのはありますけど、人生すべて終えるまで何が良かったかわからないので、変わらず突っ走っていきたいなと思いますけど。よっしゃい、この後ハチスカ選手が登場。この中君が傷つけば痛み、この胸、来週はベガルタを退団するハチスカ選手が登場。頑張るぞ。おー、パパしか言ってないで。サポーターへのメッセージもあります。ぜひご覧ください。10年間ありがとうございました。